武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間90分で大問が8題出題されており、大問はかなり時間に対して多い形となっています。で、一個一個の問題に関しては、計算によっているものと知識によっているもの、その混ざっているもの、それぞれ出てくる形となっていますが、見た瞬間解き方が分かるような問題も多いので、実際その時間が足りないほど時間が厳しいような、試験ではないという形ですね。なので、知識の瞬発力なり見た瞬間解き方が分かるだけの反復練習というところをしっかり基礎力を鍛えておいて、考えてから解くというよりは見た瞬間解き方が分かって解けるという状態まで仕上げておくということが重要になってきます。で、問題のレベルに関しては、日大レベルから中心で、マーチレベルまで出てくるような形にはなっておりますので、時間ない場合だったら、その最悪その学校で配られるようなセミナーなどの問題集一冊仕上げておく、市販であればリードライトノートなどを仕上げておくだけでも、対応できないことはないと思いますが、余裕があればマーチレベルまでしっかり仕上げておいた方がいい。科学に点稼ぐ前提であればマーチレベルまでやっておいた方がいいかなという形ですね。で、プラスできれば計算問題集一冊、ゼロから始める科学計算などをやっておいた方がいいでしょう。また知識の確認が結構出てきますので、こちらに関してもリードライトノートなりセミナーの部分だったり必修整理ノートなどで基礎知識の確認ちゃんとやっておいて、答えはそのあたりも答えられるようにやっておきましょう。論述に関しても多少出てきますが、論述よりも記述の方が割と多い形式にはなっていますので、論述練習に関しては余裕があればでも十分かとは思います。その場合には論述の参考書をやるというよりは、国公立標準問題集キャンパスなどを使って問題解きつつ論述の練習もするような形で、マーチレベルの問題をやるときに合わせて練習しておくといいかなという形ですね。はい。なので、大問多い分いろんな分野出ますので、苦手分野はしっかり作らず、計算速度を鍛えて、そして知識の、定着もちゃんと高めて、基礎力の完成度で、勝負できるように仕上げていってください。以上が科学の勉強となります。